こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。半年以上も悩んだお風呂リフォームバイキヨミンからいただきました。ありがとうございます。こういった形で、やっぱりお風呂ずっと悩んで、とうとうたから随分と悩みましたが、最終的にはご縁かな。行きましょう。山さん、こんにちは。お風呂は26年前の松下電工のお風呂です。浴槽は今でも比較的掃除がしやすいと思いますが、浴槽の素材は FRP でしょうか。床下と窓からの冷気が入り、とても冬は寒く、すぐお湯も冷めて行きます。そうですよね。そういう方が多いですよね。で、当時のお風呂は断熱機能もあまりないのでしょうか。当時の私は大工さんの勧めていただいた松下電工一択でした。そうなんですよ。この時代ってまだその、丸ごと断熱、こういったものもなくて、このお風呂自体も、その戸建てなんかだったら、冷気が下から来るんで、まるでコップで言うと、まあ、お水が下のところで氷があるような状態と言いますか、実際に入ってるコップが温かいお湯であっても、すぐ冷たいお水になってしまう。そんな形のイメージがわかりやすいんではないでしょうか。今の不満は、冬場の寒いお風呂、どうやって断熱性アップするか、こんなところからスタートして選んだお風呂。まずは、このビフォアの松下電工のお風呂。まあ、まだまだちょっと綺麗かなという形なんですけど、やっぱりこの寒さという問題がとっても不安。そして壁面も、まあ、収納がないので、これ後ろの鏡にもちょっと映ってますが、こんな形で、このタオルかけるところですかね。ちょっとボトルなんかを置いたりして、まあ実際お風呂入るときここから取るんでしょうかね。その置き場所っていうのをいちいち移動させないといけない。高い手が届きにくい場所にあります。そして、リフォーム工事解体からスタート。いいですね。お風呂って、まあ戸建ての場合はこういった形で解体すると、スラブ、この土間が打ってある状態ですよね。このコンクリートが打折している状態。こういったところに配管があります。で、完成しました。アフタークリーンアップの選んだのはアクリアバスなんです。これ素敵なお風呂。これ2となってるじゃないですか。このデザイン横組パネルですが、クリーンアップ独自。そして目地なしパッキン。そしていろんなあったかお風呂。ダウンライト照明。サポート&バーシェルフ。いろいろあるんですよね。まずですね、このサポート&バー。普通手すりって縦が多いじゃないですか。お風呂ってやっぱり握りやすいのは横ですよね。で、そういった面で言うと、この棚になっていながら斜めで水切りのいい。そしてバーにもなって。このサポートバーが一つクリーンアップの売り。横型手すり。握りやすい。しっかり握れる。そんな形状になっているんですよね。そして、この横で伝っていきながらお風呂に入るとき、こういった横、浴槽横、さらに出るとき、浴槽横から、そしてサポートバーという形で、シームレスにこのバー、手すりがサポートしてくれてますね。そしてこのバーのところ、棚がこう動かして、まっすぐと斜めにできるんです。で、斜めに置ける、これがまあ底面のところをヌルヌルするじゃないですか。このぬめり対策になる。今までだと高いところにありましたよね。収納棚が手元へすっきり収まりますから、今までのようにいちいち動かすこともありませんし、お掃除もしやすい。やはりこの辺も新しいお風呂こだわったポイントでした。アンケートいただいたんです。実際あなたがこだわったリフォームのポイントあって毎回いただくんですが、デザイン、価格、収納など、こちら興味は暖房、それから人材浴槽、横組パネル、手すりのついた斜め収納、やっぱり良かったですね。そして床、滑りにくいんですよね。で、パネル断熱性、もちろん浴槽も断熱ありますね。このお風呂、サンドイッチのこの断熱、まあカップヌードルのように例えられるんですが、このクリーンアップのね、断熱、厚みしっかりしてるんで、この辺の温かさっていうのは保証済みです。そして先ほどからずっと、デザイン性って言ってますが、横組パネル、このツートンで入れれるのはクリーンアップならでは。そして目地なしパッキンということで、このいわゆるこのコーキングがないのもクリーンアップの特徴ですね。そして浴室暖房乾燥機をさらにつけ、常夏シャワー、手すり&棚、この辺がこのアクリアバスの特徴。まさにこの辺気に入られたわけですね。常夏シャワーっていうのはこの一歩目からあったかいんですよ。このカウンターの下のところ、ここにですね、1分間お湯がこういった形で入る前に、脱衣場の入り口のところのリモコンボタンを押すと出てきます。ですから、この一歩目から温かい
こう冷たい水って出てくるじゃないですか。最初ずっと山さんも水を出しながら、あ、最初冷たいなって浴槽の中に入れたりするんですけれど、そういったことなく、もうボタンを押したことによって冷たい水、それが寒い冬場のお風呂対策として、お湯が温かい形で床面を25度まで一気に1分で温めてくれます。で、入浴、こちらの方ボタンをここ押すと、で、横が浴室暖房乾燥機のリモコンという風になっていますね。わずか1分で床面の温度を25度にアップしてくれます。ですから、入室可能運転中ってありますが、まあ、友達を1分後、まあ、ですからボタン押して、服脱いでる形になって、で、運転中はダメですよ。で、終わったら、そのまま入っていただく。そうすると、まさに常夏、床が、床面25度ということですね。で、冬場寒いだけじゃなくて、もちろん暖房器具としても使えます。さらには浴室暖房乾燥機、乾かない洗濯の強い味方。こちらお風呂のバージョンアップしたところはどこですかということ、これも先ほど気に入っている人造大理石の人大浴槽ですか、FRP からツルツルしたお手入れのしやすい、さらに浴室暖房、この2つにバージョンアップをアクリアバスしています。なぜクリーンアップに改めてなんですが、当初メーカーはお風呂選び、どこを回り、なぜという質問。これまでに回ったところ、TOTOでしょ、タカラ、リクシル、パナソニック、この4社のショールームを回りました。ああ、お風呂で有名なところですね。クリーンアップないですね。で、その上で最終的にクリーンアップに決めた理由っていうのは、以前からお世話になっていた工務店さんに勧めていただいたからです。で、このリフォーム会社選び、工務店さんはどのように決定しましたか？これまでにトイレや洗面所のリフォームでもお世話になっていて、何でも相談できる、そんな工務店さんだったんです。ですから、そんな工務店さんだからこそアクリアバスを進めていただいたことが最終的な決め手になりました。ちなみに柳さんのその、動画も見られたみたいでですね、アクリアバス、いやー買わない理由ないでしょうって、柳さんまさにアクリアバスなんですが、その一言にも背中を押されたっていうふうにいただいてます。で、やはりこれまでの施工の経験から感じていた仕事の確かさ、これがリフォーム会社選びとなって、この信頼できる工務店どう選ぶかっていうのが大きなポイントに皆さんなってますよね。最後に、この満足したこと、気がついたことの最後、一言あれば何でもどうぞ、この答えに、今回のリフォームではお風呂という毎日使用する場所なので、気分がまあときめくような内装設備にすることが今後の豊かな暮らしにつながっていくと考えました。いいですね。改めてリフォームは人を笑顔にしてくれると思いました。半年以上悩んで決めたリフォームで、TOTOや宝スタンダード、ずいぶん悩みましたが、最終的にはご縁かなと思ってます。リフォームで毎日が気分ときめいてますということ。ここですよね。最終的なご縁。まあ、この辺ってやっぱり、まあ直感も含めて、そして工務店選びも含めて、商品も、なんかやっぱご縁あるな。この多分見ているあなたも YouTube、山さんの見つけたのもこれある意味のご縁かなというふうに思うんで、素敵なリフォームおめでとうございます。お知らせです。リフォナビ、リフォームの情報共有サイト、このようなビフォーアフター、そして皆さんの声、どうやって選んだのか、やっぱり自分一人で考えるとなかなか分かりにくいですよね。そして、このリフォナビ、記録する、発信する、つながる、学べる、こんな4つのコンテンツを軸にして、世の中に広げたい、ときめくようなリフォーム、素敵なリフォーム。だってだって99.9% リフォームで皆さん悩むんですよ。だって素人だから。その素人のあなたを、山さんがリフォームの達人にプロデュースさせていただきます。12月25日についにリリースさせていただきます。失敗体験、成功をつなぐ、みんなの情報を配信、サイト、学べる、発信する、記録する、つながる。これね、クラファンが進行中なんですが、もう、あと 94% 残りなんですが、LINE 公式ありますよね、今の。この LINE 公式が新たに、Lメッセージという形の仕組みを使って、バージョンアップ。これによって、リフォーム業界詐欺だらけ、こちらをあなたからぜひ守る独自ツールとしてリリースさせていただきます。ビフォーアフター、今までもしてましたが、やはり、内部のところ、実際に綺麗な、この、インスタ映えするだけじゃなく、実際に使っているそんな内容、どん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 皆さんにいただけるような、そんな仕組み作りになってますので、もうしばらく少々お待ちください。LINE 登録で定期的にプレゼントを配信してます。ぜひ山さんとお友達になってコメント、スタンプくださいね。この LINE 登録からスタートしていく、そんなあなたの、リフォナビへの関わり方かと思います。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。いきますよ。せーの。必ず、できる。いってらっしゃい。クリーンアップいいなぁ。